前寺の駅は、愛知県犬山市前寺の松地にある、名古屋鉄道広見線の駅。駅番号は、HM02。普通列車の停車駅で、毎時4本程度停車する。二面二線相対式ホームの地上駅。無人駅である。駅舎は、駅集中管理システム導入と同時に作られた、簡易なものである。校内踏切等は、犬山駅側の先端にある。 東海自然歩道の組取式トイレが駅に隣接している。また駅南側が小さいながらロータリーとなっている。駅集中管理システム導入以前は駅への入り口が4カ所あり、新加谷駅方面ホームへの入り口が北東側先端から2両目くらいのに、犬山駅方面ホームへの入り口が富岡、前駅方向の先端から3両目くらいの場所にあり、過去には、 木造駅舎もあった。2004年3月より、南を並走する道路から駅までの道路が拡幅され、ロータリーができた。校内踏切は、ホームと踏切の間に、駅集中管理システム導入の駅舎が建てられ、自動改札機が設置されているため現在も、外部より通行可能である。南側のやや高いところに交通量の多い道路がある。 駅からこの道路まで道が通じており、この道の突き当たりを左折し、少し登ったところが、禅寺の公民館である。広見線では、犬山駅から東駅までが、愛知県であり、岐阜県との県境に近い駅である。線路は小高い丘の合間を走っており、周辺には、緑が多い。ハイキングコースは、禅寺の駅津尾山等があり、 鳩吹山へ上り、蟹川駅へ出るコースもある。当駅の近辺には、江戸時代中仙道と名古屋を結んでいた基礎街道の、前市の塾があった。基礎街道は、当時の名古屋地区と江戸とを結ぶ主要な街道であった。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、257ページ。 ISBN 978から47億7701万3364。前寺の駅電車のご利用案内。2019年3月23日。閲覧 AB。前寺の路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。電気車研究会。鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月。臨時増刊号。 特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 犬山市の統計犬山市、令和元年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。ありがとうございます。